はい、皆さんこんにちは。ハレリアの大塚です。 MTG アリーナが日本語化されて早い1ヶ月、これを機に最近マジックを始めたという方も多いんじゃないでしょうか。そこで今回は難しいけども安くて強い、そんなデッキを紹介したいと思います。今回使うデッキはこちら、青タンアグロです。この青タンアグロはラブニカという多色のねデッキがいっぱいある中でですね、この前行われましたミシックチャンピオンシップクリーブランドで見事優勝したのがこの青タンアグロというデッキなんですね。それではですね、どんなデッキなのか早速対戦していきましょう。レッツゴー。それでは対戦よろしくお願いします。1ターン目からクリーチャーが出せて、その後の動きもあるのでキープします。さあ、まず1ターン目早速川森出していきましょう。ブロックされないってシンプルに強いっすね。さあ相手は、お、早速成長ならせん。土地を伸ばしてきましたね。どうやら相手はモンコントロールのようです。あのデッキは、単体除去あまりないはずなんで、ここは執着的担保をつけて強気に攻めていきましょう。カーモリはブロック釣られたらめっちゃ相性いいな。ガンガンドローしていきましょう。さあ、ここで門破りの執事。おお、5-5。アタックとドローして、さあ対戦相手のターン。ここはマーフォークのペテンシー。これで羊が2-2になるので、あ、ミスった。まだ攻撃してなかった。もう攻撃されてからペテンシでブロックして相打ちにしようと思ったのに。うん、相手めっちゃ土地あるじゃん。あ、ここはアタックしてドローしていこう。今度こそペテン師で羊と相打ち取りましょう。さあ、ここ戦闘フェーズに。ここでペテン師出します。能力が消えて、これで相打ち。いや、皆さん間違えないように注意してくださいね。さあ、ここ燃え立つもんは、消します。他の2マナの打ち消しはクリーチャーだけとか限定的な効果なんで、ね、2マナで何でも打ち消しできるっていうのはやっぱ強いっすね。ここできたら門の巨像でかいな。うん、削り切るためにも一旦ここをドローしておきましょう。うん、これで燃え立つ門とか門の巨像引かれると辛いですね。まだライフあるので、この攻撃はそのまま受けます。落ち着いた相手は、よし、クリーチャーならこれは打ち消せます。
これで骨頂点も上げられますね。さあ今度骨頂弾総攻撃して残り4点、ここはドローから出天使と打ち消しを構えておきます。深い度で門が出て2ドローされますね。さらに門をセットしてドロー。さあこっちも残り4点ですが、解決策は引けなかったです。ここは全員アタック、打ち消ししてひたすら細かくダメージを与えて、これぞ青タグロって感じでしたね。それでは続いて2戦目やっていきます。今回も1ターン目から動けてドローンを打ち消しもあるのでキープします。まずは精霊の嵐爪、これで相手の職に対して強く出れるのでいい動きです。でここは展開するよりも選択肢を広げておきたいのでドローします。相手はコントロールですかね。巨峰活動コントロールっぽいな。こういう相手に対しては打ち消しとドローは減らしたくないので、出て石を捨てます。さあここは打点を分けていきましょう。まあ打ち消しも構えておきます。さあここ相手も構えてるっぽいですね。さあここで屈辱、それは通せないですね。打ち消します。ですがキープにマナを使わされてしまったので、ここは引き続き構えてエンドです。ここも突き消します。まあまたキープに動いてきましたね。アルシズメを並べるかな。ここは22のアルシズメを守るために残しておきます。ここひたすら除去、ひたすら打ち消しですね。では打ち消しましょう。打ち消し内蔵って便利ですね。来ましたね。さあここでお待ちかねの大嵐の陣。さあ青タンアグロの新打ち登場。これで一気に打点アップ。なんですか。ここは呪文貫きかな。ですよね。消しがなくなってしまいました。気泡活動を回収されてしまいましたが、出し入れされる前に決めましょう。相手はコントロールというよりエスパーミッドレンジだったみたいですね。まずは選択でドローを見てみましょう。島で陣のパワーを上げたいのでそのままドローします。でセットランドしてパワーアップ、天使で将棋泥棒をタップして執着して担保で陣を強化。9点アタック、追いつけましたが打ち消しは引いておきたいですね。引けずですが反対軸には強い面です。さて大相手は、はい、投了ですね。除去が多く入ったデッキでしたが、こちらのクリエイチャーを守り切って勝つことができました。青タマグロいかがでしたでしょうか。相手の動きに対しては精霊の嵐爪や打ち消し呪文で妨害しつつ、プテラマンダーやオーラスの陣など高くて優秀なクリーチャーで攻めていくという相手との駆け引きが楽しめるデッキになってます。そしてこの青タマグロ、なんとレアが4枚で、残りはコモンとアンコモンということで、アリーナでもリアルでも非常にリーズナブルに組めるデッキとなっております。青タマはですね、戦闘やインスタントの使い方、相手のデッキを見極めなどですね、マジックの基本が全て詰まっていると言っても、過言ではないようなデッキになってます。
なので、プレイはちょっと難しいんですけど、使いこなせるようになれば確実にマジックプレイヤーとしてレベルアップできます。概要欄にデッキリストのリンクも貼ってあるので、ぜひそちらも見てみてください。ハレルヤミシックチャンピオンシップで優勝したバージョンの青とアグロをサイトボード付きで販売しています。セリブ島ケース付きですぐ遊べるようになっているのでチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。